Wリーグ第19節千葉対長野の一戦です。まずは前半20分長野の攻撃、太田から滝沢知世のシュート、これは一ノ瀬がクリアしました。崩し方がとても良かったですね。あのセンターバックが釣り出されたスペースをうまく使えてたと思います。滝沢知世左足を振り抜いていきました。続いて28分千葉のシーンです。この位置から今井のシュート、これは伊藤がしっかりと対応しています。しっかりミートもしてましたけど、伊藤選手もしっかりボール見てましたよね。はい、はい、0対0で折り返した後半です。59分、長野奥津から肝付きが触れればというところでした。ディフェンスとディフェンスの間のすごいいい位置にボールが入っていたので良かったです。62分、滝沢リオのシュート、一ノ瀬がなんとか体を投げ出して守りました。よく守りましたね、はい、よく戻りましたね。続いて68分千葉のシーン、曽根のシュートは枠の外、有効的に千葉選手がこう 裏でもらえてたので、あとはもう最後フィニッシュのところだけでしたね。続いて74分、大沢がこの位置から得意のレンジですよね。そうですね、後半から変わってすごいいい存在感出してました。そして77分、千葉岸川のヘディング、これも伊藤の正面でした。利き足がでヘディングっていうことで期待してたんですけど、惜しかったですね。千葉対長野の一戦は0対0、スコアレスドローに終わりました。